皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は彼氏と一緒にバレンタインデーのディナーに来ました。イエーイ。私は今病み上がりなんでちょっと声ガラガラなんですけども、このラブラブな様子を皆さんにお届けしていきます。じゃあ食べよっか。何ジョニーのは何これ、キノコリゾットか。美味しそうだね。え、私のはなんだろう、これ生ハムリゾットみたいな、なんかめちゃめちゃいい匂いしますね。で、リゾットには何使うんだろう。フォーク、スプーンか。はい、スプーン。これは昆布サラダですね。昆布サラダ、ないジョニーのなんか大好物なんだよね。なんかハワイの美味しいサラダみたいです。美味しそう。あとはやっぱね、バレンタインデーだからハニートーストで金箔がけ。これ金箔かかってんの。美味しそう。すごいリッチに見えるね、ジョニー。美味しそうだね。私が女子力ないと思ってるでしょ。そんなことないんですよ、ちゃんと取り分けますよ。じゃあちょっとジョニー取り分けるね。そしたらジョニーに、はい、よいしょ。じゃあ青木もね、自分のやりますよ。あ、ジョニーにやってもらいたいな。やって、そしたら。あ、上手上手。じゃあいただきますしよっか。せーの、いただきます。美味しそう。リゾットなんてそんな食べたことないな。ある、リゾット食べたこと。あ、そっか。うん、美味しい。あ、ちゃんと塩味も効いてて美味しいな。どう、美味しい？ジョニーはこれからどんなデートしたい？そうだね、すごい美味しい。なんかね、生ハムがいっぱいついてる。ちょっとちょうだい。違うでしょ、そこはあんしてくれるんじゃないの。なんで恥ずかしがってんの、カメラがあるからって。うん、うん、うん。ジョニーも食べたい？はい。どっちが美味しかった？こっちとこっち、どっち？ああ、うちの方が美味しかったみたい。うん、そんな生ハム得意ではなかったんですけども、なんかね、美味しい、すごい。美味しい。ちょっとおしゃれな料理ってあんまり自分食べないんですけど、たまにはいいね。ね、ね、ハニトーを食べます。美味しそう。ジョニーさ、チョコ好きじゃん。よかったね、こんなに。うわー、すごこれ、甘々じゃん。どう、嬉しい。甘っ、めちゃめちゃ甘いね。うん、うん、もっとクリームつけてよ。何やってんの。ほんといたずらっ子なんですよ、いつも。はい、あー、いかがだったでしょうか。今回は彼氏と一緒にバレンタインデーのディナーをしました。楽しんでもらえたかな。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル秋かのんの秘密箱は画面の下にありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。すっごい声ガラガラ。バイバイ。どう、この顔ずっとやってんの。もういいんだよ、もう解除して大丈夫だよ。やばかった？やばかった。すいませんね、なんか私のネタに付き合わせちゃって。
ごめんなさいね、一切付き合ってないんで幼馴染関係でさ、はい、視聴者さん的に気になる部分ってどういうとこか他にあるかな。だって前回につったのは変わんない点とかさ、変わった点とか言ったじゃん。はいはいはい。逆に、うん、で見た目に対しての、うん、あの変わった点変わんなかった点みたいなさ、見た目、うん、見た目ね、いやもう見た目を変わったよね。変わったとかやっぱ骨格、骨格変わった、骨格変わったよね。この顎のこのラインとか結構シャープになったし、なんだろう、全体的にいじってないよでも、うん、全体的に細くなりましたよね。本当？うん、なんか丸みを帯びた、何、いやそれこそ女性らしい丸みを帯びた、あ当時ゴツゴツだったイメージ、うん、ゴツゴツ、そんなにザ男じゃんね、丸刈りで、まあそうだね、そうだよね。外見は変わったよね。まあそれ変わるわ、まあホルモンやるしね、うん、逆に面影みたいな、面影、うん、外見ね、うん、外見ね、どうだろうね。もう視聴者さんもさ、うちの昔の写真見てるからさ、うん、まあ、大体のことはさ、多分分かってると思うんだけど、うん、その生で見た、その多分声を聞きたいんじゃないかな。何なんだろう、でも声かな、声、あ、声か。でもまあ昔から声高かったけど、外見じゃねー、外見じゃねーか、外見じゃねーで外見どうだろうね、うん、うん、あんまり面影、面影思い出せる人でも昔の顔は、うん、全然、うん、あ、鼻とか鼻、あんま面影、あ、やっぱそんな感じか、うん、でもこの前さ、うん、そのウーモのスタジオで撮ったじゃん、あの野球部時代の友達となんか動画撮りますみたいなのでさ、はいはい、ソウスケとジョニーが初出演のやつだよね、はいはい、その時ソウスケがさ、うちのことをさ、いや青木じゃねえ青木じゃないみたいな感じでさびっくりしてたよね。やっぱね、そんな感じだったもんね。そりゃ変わるよ、なんか変えちゃった。内面はあんま変わんないよね、あんま、うん、どうなんですかね、基本的な、あ、基本は、うん、根本はね。でもジョニーさ、いい意味でさ、うん、あんまり変わんないよね、いい意味で、うん、いや、あれじゃない、なんかよくさ、あの変わってるってさ言ってほしい方の方が多分みんな強いと思うんだよね、はい、ここだったら、はい、あんとより顔変わってる、まあ、要はかっこよくなってるみたいな、うん、でいい意味で変わってないよね。どういう意味だ、なんか、いやだ、当時からだってモテてたじゃん、だからそれがちょうどよくその大人になったって感じだから、別にそんな変わってないんじゃないのみたいな。なるほどね。いや、モテてたんですよ、やっぱり。野球引退してからモテ始めたんじゃないやっぱりあの髪伸ばし、ちょっと伸ばすさ、あね、いい感じに伸ばしてたじゃん、うちなんて失敗してさ、モンジッチの爆発した頭みたいなさ、ね、自分でバリカンでなんか横とか刈り上げてね、やってたんだ、やってたやってたやってた。そりゃだってさ、美容院に行くお金もないじゃん、中学生なんて。うん、サッカー部の人たちとかさ、すごい羨ましくなかった、うん、うん、羨ましかった。で、坊主しなきゃいけないんだろうね。ね、でも慶応とかさ、甲子園出ても坊主じゃないからさ、なんか叩かれてるよね、たまに、うん、その甲子園、高校野球ファンからしたら、まあ、坊主にしなさいって、坊主にしなさいって、ね、特別なんじゃない。やばい、結構これお腹にくんだよね。やばい、たまるね。何があるかな、何が外見っていうか、あ、じゃあその当時はじゃあ、うん、どの辺がその外見的に目立ってた、特徴あった。当時目元かな、うん、結構くっきりくっきりしてたじゃん、目元。なんかね、逆にね、その大人になってからなんか奥二重になっちゃったんだよね。あ、そうなんだ。そう、パッチリ二重だったのに、なんか奥二重だから今
そのどっちかというとその人への人に何か近い目っていうかさ、うん、あそうなんだ、うん、変わるよねやっぱり目とかも皮が伸びるじゃんだって成長するとそれでもしかしてねなんだろうやばいないないピンチだピンチだトークの材料がなくなってきたぞもうさすがの青木さんでも困る時あるんですねいやだってもう結構さだってもう外見いやもう変わってるっていうのが答え出ちゃったじゃんうんいや だからあれなんだよ多分映像的にはその、うん、なんだっけいやこことここは変わってないなみたいなさいやもしかして男っぽいパーツではねみたいなさあそうだね変わったとこねどうなんだろうね、うん、逆にないのさ女性のそのねなんか手とかのなんかそう面影が残りやすいとか言わないかどうなんだろう違うか分かんない豆とかないの野球部時代の豆触ってみないねないね全くないですね消えてるね、うん、もうあるもん触ってみこうゴツゴツしてあゴツゴツしてるめっちゃ、うん、こうまあ見えないか本当だ手の皮膚のさ厚さもほら、うん、基本的に細くなったねやっぱそうだよねボロボロになったもんねでもうちら手とかさ、ね、うんやっぱ苦しい出ちゃうよやめてえ健全チャンネルですよ健全なの健全ですよこのチャンネルは本当にそうだよあの一家団らんの時にでもあのみんなで見れちゃう YouTube 動画ですどっから聞いたことあるその言葉そう、あの YouTube でいう素材さん的な、うん、無理だろ無理でしょうっさ素材さんっていやうち素材さんぐらいのさ健全さだと思うんだよねチャンネルだって昨日かなんか何だっけグラセフやってたでしょああ通行人ボコボコにするゲームでしょあんな過激な、まあ、でもさあれさうちらのさ、うん、学年の人だとみんなさ結構やってなかったハマってたね流行ってたよね普通に、うん、ねあ多分だそれ初めて知った人は、うん、なんて過激なゲームなんだみたいな要はあれだよね街をさ自由に歩けて自由に好きなやりたい放題できちゃうゲームじゃんそう現実世界でできないことをねできちゃうからねそれが楽しいハマっちゃうねうんなんかカノンさんの精神状態大丈夫ですかみたいなこと言われてさいや、だって普通ですよって思っていやでもあれさ自分の顔だけこうやってなんか画面の横にくり抜いてたけどさ、うん、マスクして無表情だったじゃんそうあれあわざとわざとねわざとねわざとあのサイコパス感出したからさやばいじゃなくて何にも表情変えずにさ人ボコボコにしてあ完食したんじゃないうんこの 箱も食べる系箱これ食べるのトークか、うん、あと何があるかなファッションとかどうなのファッションね興味ないんですよ全然興味出したいから、だから今年から興味出そうかなみたいな思ってる。なんだろうなあ、でもなんか運動対決みたいなしてみたいわあーぜひまあ無理だろうけどねだってもう現役バリバリのままさ、うんあの自衛隊もやってるじゃん、はい、そりゃもうまあ一般の人よりはやっぱ運動できちゃうよね、まあ、今もまあまあまあそりゃねやつだからね、うん、当時はねうちの方がねボール早かったんだよボールだけなえ打つのはまあねダメだったか打ちダメだったよね、うん、ピッチャー専門書だってでも覚えてないうちあの一回だけさ、うんあの三宿中学校ってあるじゃん、はいはい、4番やったのうち覚えてる1日だけね1日だけさその前日にその練習で3打席連続ホームラン打ったんだよねうちあーなんかあったね打ったじゃんその覚醒したぞみたいなそう体育館何越えて
でみんななんか青木どうしたみたいな感じになってよし青木を次からお前明日4番だみたいな感じになって、うん、そしたらなんか4打席連続三振にしてすぐ天狗になっちゃうね。そうすぐ天狗になっちゃう。だから中堅が一番いいんだよ、うち的に。ちょうどいい。じゃあ今の立ち位置はもう最高。あ、本当にいいのか、そこで甘んじて。視聴者さんはもっと上上に行ってほしいみたいなのあるんじゃないの。大丈夫そんなこと言って。でも年内ね、うち50万人目指してるの。おー、行きますね。行きますね。行きますね。ジョニーさんは？僕は年内3万人を、はい。お互い頑張りましょう。お互い頑張りましょう、本当に。はい。なんか、最後、告知していくことないんですか？2月23日に、はい、激辛ジョニーご飯会を開催しますので、ね、あれですよね。お客さんとして青木さんも、お客さんとして行きますだから、ね、お客さんとしてね、ジョニーがもてなしますのでね、ぜひですね、皆さん、まだまだ枠がありますんでお申し込みくださーい。これ概要欄に、はい、うん、概要欄に貼りますので、はい、申し込んでください。お願いします。お願いします。さあ、帰りますか。帰りますか。はい、はい、いや、やばいね、なんか幼馴染とこういうなんかデートっぽい雰囲気出すのきついわ。きついきつい。いや、うちの方がきついよ。なんでだよ。いや、うちの方がきついよ。だっていや、だってジョニーはさ、いいじゃん。だってうち見た目さ、変わってんだからさ、うん、なんとなく抵抗感はないんじゃないの。うちはだってもう当時のままだからね。なるほどね。そうだよ。多分うちがあの時の見た目でやってたら多分うえーって多分なってると思うんだよね。不思議なもんですな。ですね。